ラオス証券取引所は、ラオスのビエンチャンにある証券取引所である。取引時間は、祝祭日を除く月から金曜の8時30分11時。また、現在国債、社債の売買についても検討中とされ2016、17年度中の開始を計画している。証券市場ではその取引の58%が外国人投資家29、29%が ラオス人投資家10%が企業によるものと発表されている。上場企業数は4社である。2020年までに25社の上場を計画している。上場企業は4年間の法人税の5%の減税措置が与えられる。上場を検討している企業としては、シティロジスティクラオ CO、リミテッド、ジョイントデベロップメントバンクスクサーンブン、ラオス国営航空。 ラオセメント・インダクトリ CEO、リミテッド ETL 参考ラオス農業奨励銀行等がある。ラオス証券取引所は、中央銀行が51%、韓国証券先物取引が49%を、出資して2000万ドルの資本で設立された。これまで証券市場設立式委員会が2007年11月に設置、さらに2008年1月22日には、 設立責任委員会が設置され、その後2009年7月4日には、証券、証券市場管理委員会事務所が正式にオープンした。2009年9月29日には7階建ての証券市場ビルの低組織が行われ、2010年10月10日に完成、証券市場ビルがオープンした。その後2011年1月11日から、国営企業のラオス電力発電、 ラオス外国商業銀行の売買が開始された。国際証券管理機関への加盟準備中である。証券会社は以下の通りである。法律面の整備としては2010年5月24日には証券及び証券市場に関する首相令、さらに2010年7月21日には株式公開に関する規則と株式会社の設立と、 活動に関する規則がそれぞれ交付された。その後2010年11月10日付で、証券市場管理規則に関する委員会合意ナンバーワンに SMC と、証券事業に関する会計及び、監査規則に関する委員会合意ナンバーワン3、SMC も発布されている。また、2011年5月19日には、ラオス証券市場における、 外国人投資家の株式売買規則に関する合意ナン、no. バー 012SMC 証券事業専門職員管理規則に関する合意ナン、no. バー 013SMC 情報公開規則に関する合意ナン、no. バー 014SMC が発布されている。なお、上場企業への税制優遇については2010年12月28日付証券市場における。 法人税と手数料に関する国家主席例にて、証券市場に登録を行った企業は、通常の法人税率の5%減税の優遇を登録日から4年間受けることができるとされる。また、証券法は2012年12月10日、国民議会に提出承認され、2013年1月17日付証券法として発布された。還元法は以下の通り、 立ち合い時間は8時30分11時の一条制であり、日本などのような前場、後場といった区分はない。2011年の開所から同年10月までは1日2回の取引が行われ、その後1日6回の取引に増加された。その後、2014年12月3日より、秒速取引が導入された。また、2013年11月11日より、 オンライン取引が開始されている。ありがとうございます。